1981年中国ではアメリカの陸軍士官学校が中共解放軍の模範軍人大鵬を手本にしているというニュースが報道されましたこの報道はそれ以来中共の洗脳道具としてて長年使われてきましたしたかし34年過ぎた今記事を書いた作者がこのニュースは実は西洋のエイプリル・フールの冗談で嘘のニュースであったと謝罪しました。 34年前の1981年、アメリカ陸軍士官学校が、来訪に学ぶという記事が中国人を熱狂させました。この記事によって、多くの中国人が来訪を手本とするアメリカ人を一目見ようと、ウエストポイントの陸軍士官学校を訪れました。学校側は何度も噂を否定しましたが、効果はありませんでした。1月4日、中京完成メディア、 新華社の元記者、李畜純さんが、ブログに驚きの事実を書き込みました。1981年のエイプリールフール、ある外国メディアが陸軍士官学校で、大訪を手本にしていると伝えた。私は何も考えず、この情報を文章に書き入れた。1997年になって、雑誌、読書で虚言を暴く文章を読んで、 初めて自分が騙されたことに気づいた李さんによると文化大革命の影響を受け当時進化者の多くのニュースは真実からかけ離れ誇張されていたため見るに絶えなかったそうですそこで李さんは西側の報道理論と書き方を学ぼうと決心しますエイプリルフールの4月1日 UPI 通信社のある報道に目が留まりました 陸軍士官学校では学生たちが大砲を手本にしているだけでなく大砲の像まで建てられているとのことでした李さんはこの情報をもとに記事を書きましたしかしこの文章は西側メディアが「エイプリルフール」に合わせて書いた嘘のニュースだったのです。官房媒体很多 所谓的，比如肯定中国啊，或者中共某方面的成就啊，或者是工作呀，哎，他是借这个别人的话来夸自己；还有更多的时候呢，是借着西方的一些呃、啊、新闻来贬低西方。一月7日，解放軍法は大砲の写真がかつて陸軍士官学校の教室に貼られており、それを証明したいと報じました。 これに対しネットユーザーらはエイプリールフールの嘘ニュースだというのにまだ騒いでいる恥ずかしいと呆れています。ライホーは中国では誰しもが知っている人物です。素晴らしい人格者の代名詞として数十年来中国人を騙すのに使われてきました。あるネットユーザーは人助けをする人を称えるのは間違いではないが、

ライは解放軍の模範兵士として偶像に祭り上げられましたが、1962年わずか22歳で亡くなりました。解放軍に入隊してから亡くなるまでの953日の間、彼は670枚もの写真を残しています。数えきれない合詞者が出ていたあの時代に、これはどのようにして実現できたのでしょうか。ライのために写真を撮った 長春氏と貴蔵氏は当時の政治的需要に応じて上司に指示されて創作した作品であるとメディアに述べました。例えば、大訪が車の運転席で毛沢東選手を読んでいる写真と短期間銃を握って立っている写真などはいずれも当時の政治的需要に合わせてポーズを決めて撮った作品だそうです。 你知道这个火车在开了，你要看到窗外的山林啊、田野啊、树木啊、房屋啊在移动，你才知道火车在开了。现在中线部的功能，它就是把这个火车的窗户用黑布蒙起来，放一个假的显示屏来显示窗外的景物。在这种情况下，就算把这列火车开进太平洋，坐在车上的人永远目之目的。 ネット作家のケイソさんは、虚言は宗教の政権維持のための手段であり、多くの真実は報道してはならないと語ります。例えば、政治的意見者や陳情、宗教迫害などに関することは報じてはならないのです。 宗教文明进步做了很大的贡献啊，应该全国人民应该感谢他们，这些工程师很了不起，就是通过他们的技术行为啊，就让共产党很多的谎言都土崩瓦解了。独裁体制は人々の言論と思想の自由を厳しく制限し、西側のネット情報のほとんどを遮断しています。 アメリカの中国人が立ち上げた IT 企業、同体網が開発したフリーソフト、フリーゲートは、中共が巨額を投じて作り上げた検閲システム、グレート・ファイアー・ウォールの封鎖を突破し、外部の自由世界へアクセスできるよう中国国内のネットユーザーを手助けしています。フリーゲートは今や中国だけでなく、世界中の独裁国家で愛用されています。 新東人テレビがお伝えしました。